店長兼アートディレクターの土田です。副店長の小畑です。よろしくお願いします。トップスタイリスト中村龍太です。よろしくお願いします。はい、まあ、僕は今なんかこう暗髪でハンサムショート、あんまり可愛すぎるよりもちょっとこうクールめのショートをこう打ち出してるんですけど、まあ、きっかけって言ったらやっぱりこう土田さんだったのかなっていうのはありますよね。なんか僕も最初、まあ、スタイリストなりたての頃は、まあ、メンズとかを売りにしてた時もあって、まあ、結果がなかなか出なかったりとか、まあ、土田さんの一言でちょっとショートをやってみればみたいなのがすごい大きかったですかね。あんまりハイトーンというよりもちょっとこうダークトーンのカラーを売りにして、まあ、それをハンサムショートと組み合わせていったかなっていうのが、それでなんか土田さんと区別できたのは良かったかなと思います。でも結構半年であれじゃない、反響があるというか、実際お客様もそうですね、ターゲットの方は結構月々そうですね、60人ぐらいなりましたね。なんかこう結構切り替えて結果が出るのが早かったというか、やっぱり SNS の力はすごいなっていうのは、そこでもすごい再認識しましたね。ショートを打ち出して始めたのは2年前ぐらいだね。そうですね。ショートしないよって言ったのが3年前ぐらいか。そうだ、まあ3年前ぐらいですね。もう完全にショートにシフトチェンジしたけど、半年前まではまあそこまでいろいろだったよね。まあいろいろお客さんいると思うんですけど、皆さんそうだと思うんですけど、投稿するものをやっぱり絞ってページ作りっていうのもやっぱりこう自分のブランディングになるかなとは思うんですよね。僕ももちろんハイトーンのお客さんもいるんですけど、やっぱりそういう風なのは、まあストーリーに上げたりとか、フィードにはあんまりこう投稿しないようにとかはしてますかね。自分でこうお客様が来てくださるようになってからの方が、こう新規集客が自分でできるようになってからの方がリピート率もすごい上がったじゃないですか。そうですね、確かにこうやっぱり自分で新規指名で来てくださるお客様の方がリピート率もいいし、周期的な面でもやっぱりこう早い方の方が多いかなと思うし、提案もしやすいしっていうのもすごいあるかなと。ネオルフに特化して集客でき出したのが大体3年前ぐらいなんですけども、それまではそこまでこうインスタでの集客っていうのが見込める時代でもなかったっていうのもあって、もう本当ゆるふわだとか、なんかモテヘアとかオフェロとかそういういろんな時代踏まえてなんかやってきたんですけども、まあ、インスタが結構こうお客様がそれを見てくるような時代になってから、やっぱりそのハッシュタグを見て検索してくださったりとか、そういうのでネオウルフでこう刺さり出したというか、まあ、いろいろアレンジやったりとか、客層的にも結構甘めなお客様とか、ね、やるようなふんわりしたロングとかもやってたけど、なんだかんだいろんなお客様やってる時にやっぱショートとかデザイン的にこう動きがあるスタイルとか、やっぱ片上のレングスが好きだなっていうのがあって、そこからやっぱショートにもう絞ろうっていうのは一つあったかもしれないね。あとは結構こうデザイン的なものだけじゃなくて、お客様とのこのマッチングというか、やっぱこう相性みたいなのってやっぱ人間って絶対生まれると思うんですよね。例えばだけどモテ志向の結構自分を可愛く、とにかく可愛いをこう追求しているような女の子に対して僕がこうやると、ちょっとこう接客的な部分とかマインド的なのがちょっとこう一致しないなみたいなのがあって、どっちかというとこう大人目だったりとか、こうカジュアルさとかクール感のあるような、ちょっとどちらかというとモテ志向じゃなくてこう自分志向な、自分らしさってなんだろうみたいなのを求めるようなお客様がめちゃめちゃ相性がいいなっていうのがあって、それが今僕が打ち出している、もちろんショートっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとこうかっこよく大人らしい女性をターゲットにしている一つ理由かもしれないですね。で僕 SNS でやっぱ運営していく上で結構大事にしているのがブランディングとこうマーケティングってあるじゃないですか。僕の場合はブランディング8割のマーケティング2ぐらいなバランスでやってるんですよね。その T ショートってロゴを作ったりとかハッシュタグって結構拡散し始めた時から結構考えてたのが、ファッションでもこうハイブランドってあるじゃないですか。グッチとかプラダとかルイ・ヴィトンとかって、ああいうのってすごいこう圧倒的なブランディングがあるじゃないですか。もう誰が見てもヴィトンかっこいいよね、プラダかっこいいよねみたいな。それってやっぱどちらかというと、まあ、マーケティングでいろんな手法をやっていろんな人にこう届ける、広告打つとか割引するとか、自分の魅力を一生懸命伝えるっていうのもすごく大事だと思うんですけど、僕が一番大事にしてるのはその T ショートっていうブランド価値っていうのを毎日質のいい投稿を一つでも多くして、いろんな人に認知されて
あ、このスタイルってあの T ショートだっていう風に認識してもらって、まだまだできてないんだけど、こうハイブランドのようなブランディングっていうのをしっかり作れるように今も頑張って発信したら、あともうちょっとで8万人あと300人ぐらいで8万人来るとこまで来たんで、まだだいたい3年前ぐらいですかね、僕もインスタグラム始めて、だいようやくここまで来れたなと思って結構あの僕は自分に対して S なんで、 M じゃないですよ。言ってる意味わかります？追い込まれる自分が好きじゃなくて、自分を追い込む方の S が強いんで、やっぱこう自分のその努力に対して満足はしないようにしてますね。仕事も含めてなんですけども、プライベートも含めてこう人生を楽しむっていうことが一番なんで、全てをこう楽しむっていうことを一番軸に考えて、でそこに仕事をする だけども僕は仕事だけだとちょっとこう楽しめる自分ではないんで、なので休みも充実させる、そのために仕事をするっていう、なんかこのサイクルっていうんですかね。頑張ってるともちろん思わないですけど、もっと頑張ってるやつっていっぱいいるっていうのがやっぱり自分の中であるし、そのことが近くで見れるのが僕はこのお二人かなって思います。お店の一番近いところで、なんだろう、この人に負けられないなって思える2人がいるんで、僕はそれが一番なんだろう、後輩から見てなんだろう、すごいいい環境かなっていうのはすごい思いますね。ですよね、はい。発信タイムは、毎日だいたい10時半ぐらいから50分ぐらいですのだいたい発信タイムがあって、その時間にこう SNS を強化するためのこう素材作りとか、まあ、そういうのでこう、まあ、メイクをしてる子、ヘアアレンジをしてる子、モデルさんでこう自分でカットする子とかカラーする子とか、そういう人たちがこう自分の時間使って素材を作りやすいような時間っていうのに当てられてるのがすごい大きいかなと思いますよね。お店単位でやってると、なんだろう、下の子がどういう編集やってるのかなとか、どういうアプリ使ってるのかなとかっていうのもこう見れるんで、なんだろう、結構こう新たな発見とかもあるのがやっぱりお店ではいいのかなっていうのはすごいありますよね。うちってこうそこまで練習のカリキュラムの組み方とかもこっちが全部決めるっていうよりは、スタッフ一人一人にプランニングさせて、その例えばカリキュラムを受かるためにこのぐらいの練習時間が必要だよっていうのを自分で決めさせて、その月々の計画を立てさせるっていうのもうちの特徴かもしれないね。結構モデルで苦労した、そうですね、そうですね、アシスタントの時は結構カリキュラム進むのは早かったけど、最終的にモデルチェックが全然浮かなかったもんね。ウィッグ切る自信はあったけど、お客さん切る自信はないみたいな人をデビュー前はすごいあったかなっていう、うん、可愛いって何ですかって言ったもんね。可愛いって何ですか、ウィッグしか切ってないからね、可愛いってどこどうやったら作れるんですかみたいな質問をしてたもんね。いらっしゃれ、そんなの似合わさって何ですかみたいなことをずっと言ってたもんね。なんですけど、なんかもうこう SNS がすごいこう発達して、なんかこうすごい売りにしてる美容師さんたくさんいるじゃないですか、いろんなことで。それをこう今オンラインサロンとか今あるものをこう練習したらすごい自分も上手くなれる環境ってすごい今はすごい整ってるのかなっていう。どこでもね、得られる知識を高められるっていうのはすごい今の環境あるんで、今後やっぱり一番僕の課題なんですけど、0を1にできる人っていうのがやっぱり今後生き残っていくんじゃないかなっていうの。それこそ松下さんみたいにロゴ作ったりとか、まあ、新しいデザインこう発信したりとか、いろんなことあると思うんですけど、やっぱり今までになかったものを作れる人っていうのが、なんだろう、これから、まあ、美容師だけじゃないと思うんですけど、必要なスキルになってくるのかな。どんな時代でもそうですけど、やっぱり売れ続ける人っていうのがすごい美容師さんとしては一番の最高峰なのかなって思うんですけども、まあ、それに対して必要なスキルとしてはもちろん技術はそうなんですけど、上手い人なんてめちゃくちゃたくさんいるわけで、まあ、それがこう上手いけども上手いって知られてない人もたくさんいるじゃないですか。やっぱりそれをこう自分で売り出す力っていうか、ブランディングする力っていうのも、まあ、今全てに必要ですし、これからも必要だと思います。自分はこういう道で進むんだって道筋を作って、そこに進めば
必ず答えはあるんですけど、なんかやっぱ最近のことか見てるとある程度ゴールが100だったとした時にこう進みってこう段階を踏んでどのぐらいで急に80、90、100になるか分かんないけど、やっぱゼロの段階で結果が出るまでやっぱ続けなきゃダメだと思うんだけど、結構途中で諦めちゃう人って多いと思うんですけど、まずは信じてその続けられるこの自分を信じてやっぱ継続していく力っていうのが一つ必要なのと、あとは自分でこう道筋立ててやるって決めた時にトライするわけじゃないですか。ただでも失敗してトライアンドエラーしてやっぱちょっとここでつまずいてみんなやめちゃうんだけど、やっぱそこであちょっと考えてた方向と違うんだなっていう感じで、やっぱ自分でちょっと道をこううまく軌道修正しながらやっぱゴールに結びつかなきゃいけないので、僕はやっぱ継続することとやっぱトライアンドエラーでダメだったらどこを改善するのかっていうのをちゃんと考える力、この2つがないと多分こう結果に結びつかないのかなと思うんで、まあほとんど失敗なんですよ、大体成功してる人って、うん、そうですね、何が言いたいかって失敗を繰り返して繰り返してやっぱその失敗したことによってデータが取れて、じゃあ成功の道っていうのがどん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 広がると思うんですよね。失敗して失敗してで結構諦めちゃうんで、やっぱもう今の若い子とか何か始める子に言いたいのはまず10回失敗しろと言いたいですね。まず挑戦することで、その失敗からちゃんと教訓を得て成功への道っていうのを自分で導き出す力っていうのがあれば僕は絶対成功するかなと思ってるんで、まあ僕は無駄なこといっぱいしてきたんで、でも僕は無駄だとはあんまり思ってはない、まあ、でもやっぱり最短で行きたいじゃないですかみんな、別に苦労はしたくないし、苦労好きなやつなんてあんまりいないじゃないですか。やっぱり苦労しすぎてもやっぱり心折れちゃうんで、そのみんなが知ってもらえるぐらいまで認知してもらえるところまで持っていきたいっていうのは一つ、たくさんの美容師さんが育ってくれたらなって思ってるんですけども、あとはもう僕個人的には生涯現役でいたいなっていう気持ち。